リュヒョン人のトロントブルージェイズ行きが事実上、確定したとみられる。記者会見でブルージェイズのユニフォームに袖を通した姿が見られる見通しだ。トロントさんの記者は27日 SNS を通じて、ブルージェイズの新しい先発投手リュヒョン人は金曜日、ロジャーズセンターでの記者会見を通じてベールをのぐとし、 4年8000万ドルの契約はメディカルチェックの結果にかかっていると伝えた。リュヒョンジンは去る23日、米国現地メディアにより、ブルージェイズと4年8000万ドル契約に合意した事実が分かり、25日にインチョン国際空港を通じてトロントへ向け出国した。万一、異常が発見されなければ、 ブルージェイズのホーム球場ロジャーズセンターで記者会見が行われるものとみられる。